ゲーム名を考えよう。ゲーム名を。ゲーム名何しましょう。ニアピンか。グリーンオン対決。まあグリーンオンゲームか。G オン G。3オン3みたいな。G4G ね、G4G。 さあ、やりましょう。ルール説明します。ルールを、持ち球は1人10球で交互に打って、で、グリーンにたくさん乗せた方が勝ちです。全部、あ、1個ずつターゲット1個ずつ、あ、まあ、1、2、3、4、5、6、7、グリーンは7個ありますよ、多分。2、4、6、8、これで10個、1人10個、10球で7で、多く乗せた方の勝ち。単純に乗ったかどうかはこれが分かる。いや、分かんない。見て、これで忘れるといけないんでチェックしていこうかなってだけです。とりあえず1回練習でやってみましょうか。これで、じゃあ僕は1球目、そこ、どうぞどうぞ。僕は赤いのでこう印つけます。あ、そっち僕なんで。そっちで、もうないぞ。はい、じゃあこれ印つけます。はい、じゃあ次、ここは終わったんで、次はそこ行きます。56で打とうかな。乗りましたね、ギリ。ちょっと短いかもしれない。56だ。52でちょっと打ってもいいかな。96。うん、いい。これも短いか。あー、短い。感じ出しすぎましたね。じゃあ僕、もうちょっと試験打ってよかったね。はい、こっち行きます。ギリ乗りましたね。ギリ乗りましたね。うまい、うまい。これはいいね。青、ナイスオンです。じゃあここに青いの、あ、赤だった。はい、じゃあ次か。あれどうしような。ピッチングで打とうかな。ピッチングで打ちますね。あれ、あ、全然いいですよ。カットに打たないと多分止まんないですよね、あれ。ダメだ。ダメでしたね。今手前に当たりました。ちょっと右
出てるね。ちょっと右に出てます当たり悪いですから。お、いいぞこれ。ナイスナイス、めっちゃ上手くなったねいいですねさあまだ残りはあと6球ありますから。どうだろう、これ残らないな、これ。ああ、ずれちゃいました。ゲーム捕まりすぎた。カットに入れないと止まんないですよ、あれ多分。低い球でスピンかける。スピンはかかったけど結果オーライ。あ、結果オーライ、乗りました逆転されたあれはちょっと納得いかないですね。まあでもまあいいです。これはいいんじゃないの。乗ったよねこれ。これはまあ綺麗に入った。144、145です。145、144です。お、いいぞ。ちょっと右短くないですか。バンカーね。ちょっとバンカーですね。え、何番で打ちました。8で軽めですね。軽めに打った。あー、ドローかかっちゃった。だいぶかかっちゃった。あー、だいぶ左でオーバーしてる。しかもちょっと大きいかも。89台いいかな。9でいいと思うな僕。あっち側狙う。うん、いい。ああ、手前だね。川だったね。手前かあっち難しいと思うよ、多分。あっちの方が簡単だと思う。ちょっと右から回していくわ。回らないな、おい。完全にもう手前です。バンカーより手前。やっぱ8番かな。まだ引き分けじゃないですか。はい、どうぞ。絶対です。もういい、これ。いい。あー、短いよくねって言ってる。危ない。じゃあ僕も8番で。あー、右抜けちゃうな。あー、170のところだなって。これさ、
ちょっとでもやっぱ受けてますよあれ。受けてるよね。うん。強めに行っても受けね。よしチャンス。チャンスチャンス。ラスト1球です。ここ入れとかないと。どう？距離さえ合えば。乗りましたね。今日右だね。余計なこと普通に打つわ。はい。お、抜けちゃったな。こういうゲームです。こういうゲームで、でこれ。ゲームして勝ったらプレゼントをしようと思う。わー悔しい。それ言ってよ。一応こう勝ったら一個どれか好きなの。俺が負けたらあげようかな。いやそれは全然関係なく誰でもいいから、あの視聴者さんとやりたいんです。インスタとかこうツイッターから連絡もらって、ね、ちょっといきなり声かけられるのはちょっとあれなんで。ちなみにこれの中だった。V1X か P5X。 マキロイナンバー。マキロイナンバーです。22番。じゃあ第一希望第二希望。ていうかね。はい。でこれまあハンディをつけてやろうかなと思って。今のセッティング？今のセッティング。ドライバーは何ですか？ドライバー、ツアー BXD の3。ツアー B。ショットが何？ツアー BX の？XD3。XD3？ うん。これですね。うん。で。でアイアンが、アイアンがサイトリストの CB の714 3からピッチングで3番からピッチングまで。ウェッジはミズノの T7 50度と58、はい、あれ今日パターは、パターは入ってません。パターは、パター入ってなしですか。いろいろ。今のエースパターは。今のエースパター。今まだない。今まだない。まだないっす。エースパターないですか。ないっす。ちなみにこれ顔は入れてもいいんですか。どかし。あ、モザイクで。モザイクもできます。モザイクしてください。モザイクにしますじゃあ。そんなんです。じゃあ真剣にやりましょうか。だってボールもらえるんだって真剣に行くよ。ボールもらえますから、うん、じゃあちょっと真剣に俺も。じゃあ先行後攻決めます。これあのメンタルも鍛えられると思って、うん、ショーグーじゃあはい。どっち行きます。後攻で。後攻はい、はい、ガチ勝負なんで、はい、これはいいんじゃないですかね。やばい。あ、あ、落ちた。ちょっと落ちたかもしれないですね。ああいうあの微妙なやつはもうダメっていうことにしました。シャフト変わってからね。やっぱああいう微妙なやつはダメってことにしましょうね。ルール的には。まあ、一応見てるけど。そうね。あ、短いかも。あ、乗る。手が打てる。だいぶただ。あれあの普通じゃダメですね多分。
が60ぐらい。50ぐらい。そう。完璧ですね。うまい。ナイスワン。ベタピンです。じゃあ僕こっち側でいいですね。僕今ちょうどあのグリーンを開けてくれてるんで、そこに狙います。止まりましたね。だいぶ、だいぶ奥でした。あ、もう転がれと思った。あ、危ない、危なかった。俺心の中で転がれいいとか。いや、あのボールかかってるね。いいよ。ちょっと短いかな。ちょっと考えすぎですね。ごめん。58でもダメ。じゃあ。それはちょっとあれですね。98。あ、じゃあハンディにしましょうか。ハンディ。アベレージを自己申告にして、90台アベレージだったら1ポイント余分にプレゼント。100の人は2ポイントプレゼント。だからこう苦手なところをこう最初にもう塗りつぶして1ポイントリードみたいな。そういうルールにします、うん、ありがとう、はい、その方がちょっとプレッシャーがかかっていいんで。大きいが大きいね、大きいですね。オーバーですね。やっぱ泥かかってるちょっと、その分大きいですね。ちょっと56にしようかな。ナイスオン。手前からよかった。今ちょっと出しにかけちょっとやっぱりリードされてるな。56に握り替えました。OK ですね。どうぞ、お願いします。これ大丈夫だね。そうですね。あ、いいと思います。じゃああれはちょっと微妙ですね。今あの手前のボールに当たって弾いたって多分乗ってます。OK。OK です。あれは当たりましたね。手前から手前から。はい。次は、118、真ん中。これピッチングでいくか52でいくか迷うところですね。52でいきます。すごいね、俺手前だわ。52でいきます。あ、しまった。今シャンクしたわ。シャンクした。もうちょっとここ完全なシャンク気味でしたね、今。100は行きゃいいんだけど。100行きゃ乗りますね。ピッチングで軽くとかな。あ、巻いた。巻いたね。
でもまあ残るか。ちょっと大きいですね。巻いた分、ね。巻いた分。左？ピッチングでした。ピッチング。ちょっとここ乗っけとかないとな。タイミング合わせれんかった。これはいいでしょ。カットに入ってるような。あ、乗りましたね。よし、とりあえずこれでまた同点だ。え？今から時に伸びるし。そうですね。全クリア、コンプリート。いや、でもいいかも。残れば。ああ、短い。やばい、コンプリートできない。よし、コンプリートできないぞ。次、144。じゃあ、僕8番で。右奥狙います。ああ、ダメだな、これ。大きいね。やっぱ大きいですね。だから今キャリーでさ、8番。この端っこ見てない。8番だもん。あれ何？やばいですね。戻ってこい。乗ったね。やばいな。やばいじゃん。リードされてるじゃん。一応1個だけリードです。これ1個絶対1個のじゃあ何じゃん。俺入ってるから。まだでも近いところがあるんで。ああ、いい、これはいい。俺乗ったわ。はい、そう、さすがアイアンの切れ味がいい。じゃあ僕はあの145、あそこかな。じゃああそこ見にくいんでちょっと結構見といてくださいね。狭いんだよね。狭いと思います。うわー、これ左だ。ダメだこれ。しかも飛んでる。オーバーガーンちった。これ8番じゃ大きいな、多分。絶対いいよね。大きいもんね。大きいですね。だってこれ今5点が、はい、これがこれのければ、はい、プレッシャーすごいよね。すごいです。プレッシャーかかります。伸びるよ。どこでしたっけ。左、右、奥。抜けちゃったかな、右に。ああ、残念。さあこれ乗っければあれだよ、引き分けたら引き分けなんだ。え、7番じゃないの。いや、7番じゃない。9番。9番。はい。一応なんか変な風に跳ねて乗ったことは乗ったんですけど、手前で跳ねてるから、手前で跳ねてワンオンはしてないです。
ease my pain. I was